Let's go.
前が青い車だよ。いや早いんだけど、青い車検査のうさぎさん、そうだよ、ピーターラビットって言います。そうだね、そうだよね。いつもで元気いっぱいだけど、いたずらも大好き。そして甘えん坊さんでもあるよ。え、でもさ、お母さんに甘えん坊さんをしてたよね。そうですよ。ほら、ティグリーもそう思うでしょ。そうだよ。あとみんな手伝わってる。でもさ、ピーター、それってお母さんと仲良しってことだよね。はーい。そうだね、元気いっぱいです。ピーターラビットって言います。よろしくね。ありがとう。じゃあ次は誰を紹介しよう。ねえ、お姉さん、僕がみんなを紹介するよ。ほら、ピーター紹介してくれるの？オッケー、任しといて。よっしゃ、ピグリンの紹介からよろしくね。茶色いジャケットの小豚さんはピグリンブランド。すっごく真面目な優等生、でも勇敢なところもあるんだ。嬉しいな。そうだよね、ピグリンは黒い小豚の女の子のピグリングと旅をした時、とってもかっこいいところ見せてくれたよ。ありがとうございます。ピグリンって言います。よろしくね。さあ、じゃあこの調子でナトキンの紹介もよろしくね。いいよ。はい。大きな尻尾はリスのナトキン。いっつも悪さばかりして森のみんなを困らせるんだ。違うよ。違うよってさ、ナトキン、さっきもご挨拶横取りしてたよね。オッケー。オッケーじゃないよ。今日はいたずら男子でよろしくね。オッケー。ほんとかな。ナトキンって言います。よろしくね。みんな紹介してくれてどうもありがとう。ありがとう。じゃあみんなお名前覚えられたかな。ピーターラビットにピグリンブランド、そしてリスのナトキンです。よろしくお願いします。みんなどうもありがとう。さあ、紹介といえばこのキッズ団にも楽しい乗り物がいっぱいあるので、その楽しみ方をお姉さんが紹介していきたいと思います。僕がやります。わかったわかった、みんな自分でやりたいんじゃん。じゃあさ、ピーター、みんなで力を合わせて。オッケー。まだ出しといて。まだ言ってないけど、そう、あのピーターボックス持ってきてください。あのこれ、ね、すっごく重たいの。今からみんなで頑張れ頑張れで応援できるのが。じゃあいくよ、せーの、頑張れ頑張れ。ピーターも押してよ、頑張れ。あら、お姉さんと一緒に頑張れ頑張れ、もしかし頑張れ頑張れ。なんで意地悪するの。でもなんとか到着しました。みんな応援してくれてどうもありがとう。じゃあさ、ピーター、この箱が一体何なのか、お友達みんなに教えてあげてよ。いろんなものが出てくるマジカルボックス、ピーターボックスなんだ。あ、すごいね。じゃあお姉さん、はいはい、このピーターボックスから紹介する乗り物を選んで。オッケー、わかったよ。じゃあ何にしようかな。スピンボートだって。じゃあね、この紹介まだ読んでないけど、ナトキンよろしくね。斜めになったレールの上をゆらゆら揺れながら進む船の乗り物はスピンボート。この船は揺れるだけじゃないからね。お、くるくるーって、ドキドキなんだ。乗ってみればわかるよ。すごいね、なんかとっても楽しそう。ちなみにもう乗ったことあるよってお友達も。お、手が上がってますね。でもまだ乗ってないのも大丈夫です。この後ぜひ遊びに行ってみてください。ナトキン、上手に紹介してくれてどうもありがとう。オッケー。オッケー。さあ、じゃあその前にね、この箱で何をして遊ぶか決めていきたいと思います。じゃあ次は誰に引いてもらおう。いいですな。ピグリンやりたい。オッケー。じゃあピグリンよろしくね。さあ、何が出るかな。クイズ大会だって。じゃあここからはスペシャルプレゼントがもらえるクイズ大会の始まり。始まり。やるよ。はい、ではお姉さんがね、クイズを出していきます。答えが分かったよって友達は元気いっぱいにはーいと手を挙げてください。そして見事答えられたお友達には長島でしかもらえない素敵なプレゼントあげちゃいます。みんな頑張ってね。さあ、では早速いきますよ。クイズ大会第1問。1問目はテラサビュータのです。今からみんなでグーチョキパーであるものを作りましょう。最後に何ができるかを当ててください。いくよ、せーの、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作る
なんだ。分かったよ。本当は分かった？ほら、手がしっかり上がってまして。じゃあまずはね、手を一旦下ろしてください。一番元気に上げてくれた友達をあげたいと思います。いくよ。答えが分かったお友達、せーの、あー、すごいね。誰にしよう。あれ声ちっちゃいな。あれ声が聞こえないよ。叫んでくれてるこのピンクのお洋服、お花のお洋服のお姉ちゃんに答えてもらえると思います。じゃあマイクに向かってせーのでいくよ。せーの、じゃあ大きな声で、カタツムリ。答えは正解。答えが分かったお友達にじゃじゃーん、こちらのキラキラシール入り3枚セットをプレゼントです。すごい、みんなもしっかりと手が上がってました。みんなで一緒にそうだね、手遊び楽しんで。じゃあね、この調子で次もどんどんいっちゃいますよ。クイズ大会第2問。じゃあ2問目は何、ピーター考えたの？そうだよ。本当に？じゃあピーターが何考えたか、スタッフのお姉さんたちも一緒に聞いてみましょう。じゃあ何考えたの？ピーターたちは準備をお願いします。さあ、お友達のみんなは今からピーターたちがある動きをしますので、それをよーく見てクイズに答えてください。まずはね、しっかり見ててね。 あの箱重そうだね。頑張れ頑張れ頑張れ。さあ、ピーターたち準備はいいかな？ゲッチャークイズスタート。あ、ピーターなんかボールは打ってるってる。中君、何サークル地帯の、せーの、ああ強い、ちょっと待って強いな。中君ばっかり打ってるよ。ちょっと痛い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 、なんでそんなことするの。痛いよ痛いよ。ほらこれ2人であるやつでしょ。もう大丈夫、自分だけもういいやつ、遊び終わっちゃった。さあ、今ピーターたちが出たスポーツは一体何でしょうか。まずはみんな手を出しますよ。いい？お姉さんの合図で、お姉さんの合図で手を上げてください。いきますよ。答えが分かった友達、せーの、はーい、いやー、すごいです。上げてくれてます。じゃあね、この黒のね、ベルトの幅を持っているこのグレーのワンピースのお姉ちゃんに答えてもらおうと思います。いくよ、せーの、テニス。テニス、答えは大正解です。答えが分かった友達にジャッジャーン、こちらキラキラシール入りの3枚セットをプレゼントしちゃいます。やったー、すごいね。でもさ、なんとき、あんな風にサーブ打ったら痛いじゃん。オッケー、本当じゃないよ。今日いたずらなしって言ったのに。ピーター大丈夫？あ、なんか大丈夫そう。いいんだ、許しちゃうんだ。まあいいわ。じゃあ VS 大会はこの辺にして、でももっと遊びたいよね。そうかな。じゃあもっと遊びたい友達、あれ、でも上がってない子がいる。じゃあもっともっと遊びたい友達、あ、これが小さいな。じゃあもっともっともっと遊びたい友達、あ、すごいね。じゃあそこでリーダーたちのダンス、みんなで踊っていきたいと思います。みんなと一緒に僕たちのダンスを踊りたいな。一緒に踊ろう、ゆっくりと立ち上がってください。さあ、ゆっくりと立ち上がってくださいね。じゃあ一緒に地味で踊っていきます。後ろから見るお友達は前のお友達に続いて1、2、1、2とゆっくり歩いていってくださいね。さあ、みんな準備できたかな。お一人様ね、こちら側でお写真のご準備お願いいたしますね。じゃあみんな準備できた？
Bye.